かかりこ村？インパ？かかりこ村インパ？かかりこ村？なんかめっちゃ言うけど。ここにおじいさんおるんかな、もしかして。え、なんか超不気味じゃない？あれ？輝かなくなったんだけど。え、なんか すげえ怖いんだけど、なにこれ？祈る。祈る？なに？回復するとかじゃないよね、別に。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。そなたに力を与えましょう。すでに克服の証を4つ持っているようですね。その克服の証4つと引き換えに、望みの力を与えましょう。ハートの器、頑張りの器。なんかちょっと待ってて、お行きなさい、このハイラルに安寧を。おじいさん来た？まさかの。わしはここじゃ、はよ上がってこい。さっきのはいつでも増やせるんかな、とりあえずちょっと考える猶予をいただきたかったから。そっとしておいたんだけど、なんか話進んだ。どうやって上がってくの、あれ。周りから上がっていけるの？もうなんかあのタイプのものを見かけるのが嫌なんだけど。どうやって上がるのよ。あ、また神々しく光り始めたわ。え、壁をよじ登るの？おじいさん。壁。ああ、壁よじ登れる。え、そういうこと？これでなんか、その辺に階段があったりとかしたら、超笑うんだけど。え、でもこれ上まで持たなくね？持つ？持つの？いや、落ちたら死ぬよ。え、たどり着けるかな？なんかなんとなく、たどり着けそうな、たどり着けなさそうな、微妙な具合じゃない？あ、いけそうな気が、おっしゃー！ふぅー。んと？え、おじいさんどこにいるの？え、こんなボロボロの屋根の上にいるの、もしや。壊れない？なんか崩れ落ちそう。よいしょ。あ、なんとかいける。なんとかいける。え、怖いんだけど、どこよ。あ、ここか。あんなところに。すげえ仁王立ちしてるっぽい感じに見えるんやけど。来たよ、来たよ。おう。先に横の宝箱とか思ったんやけど。では、話し始めたわ、なんか。わしの本当の姿を見せるとするかの。何、本当の姿って。我が名はロームボス・フォレームス・ハイラル。かつてハイラル、この地にあった国ハイラル、その最後の王だ。え、マジで？めっちゃ偉い人やったんやん。まあ、ただのおっさんとは思ってなかったけど、うわ、急になんかすげえ偉そう。この国は100年前大厄災によって滅んだと言うたな。このおじいさんは何？幽霊？幽霊ではない。その時に命を失い、幽霊、今や魂だけの存在となってしまった。なるほどね。やけに神出鬼没やったわけや。記憶を確かでないお主に全てを語れば混乱する。いや、急になんか宙浮いてるし、人玉が周りを漂ってるんですけど。私は仮の姿を取っていた。許せよ。じゃあパラセール、このおじさんに必要なくない？今こそ話そう。普通に飛んでいけるやん。何があったの？ワープ使わんでも瞬時に移動できるしさ。厄災ガノンの正体、それは太古の昔、この国に生まれた魔王が怨念と化して復活した姿なのだ。ガノンは伝説や研ぎ話に現れるものとして語り継がれてきた。だがある時、王国の占い師が一つの予言を告げたのだ。予言？大地に厄災ガノン復活の兆しあり。マジか。ガノンに抗する力もまた大地に眠る。え、もしかしてそれが私のことじゃないやろうね。我らは予言に従って発掘を行った。
そういう…その結果、陶器祖先の手により作られた遺物がいくつも発見された。実際に本当にそういう感じに眠っとるってこと？人が操る獣をかたどった四体の巨大遺物、何あれ、神獣。確実に今のその辺の人死んどるよね。あー、これこれこれ、これがね、その辺にゴロゴロあるけんね、超怖いんやけど。語られてきた伝説と見事に符合していた。で、それはそのうち味方になるの、使えるようになるの、こっちが。封印の力を持つ王家の姫と大魔の剣に選ばれし騎士、彼らは遥かな太古、そういうわけではないか、共に誠ガノンを封印していたのだ。あの周りに描かれとったのがガーディアンかな。力の継承者である姫と才能ある騎士がいた。そこで我らも祖先に習った陣を張ることにしたのだ。うんうん。ハイラル中から特に優れた能力を持つ4人を選び出し、その姫っていうのがゼルダ姫のことよね、神獣を操る任につけ、4人、そして姫を長とし、彼らを英傑と名付けて結束を固めた。うん、なんかよくわからんけど、一人超でかいやつおったけど。が揃うことで厄災は封印できるはずだった。あれかな、ゴロン族とかその辺のやつかな、そんなんおったよね。なんか我らの想像を超える策を持って復活したの。なに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 、うわ、あ、なるほどね。そういう邪悪な力が入っとるけん、こっちを襲ってくるようになったってこと。それまでは大して動いてなかったんか。ハイラル城の地下深くから現れた。そしてガーディアンと四神獣を乗っ取り襲いかかってきたんだ。ああ、そういうことか。神獣の英傑たちは命を落とし、それで滅んだん。ハイラル選ばれし騎士も姫を守るために傷つき倒れて。でも結局姫も死んだんやろ。こうしてハイラル王は地獄絵図厄災ガノンに壊滅させられたのだ。しかし、え、生きてる。生き残った姫はなおも一人でガノンに。確実に姫が一番強くね。リンク、後を託します。あなただけが最後の希望。その5人の英傑の中にリンクは入ってなかったん？入っとったんやろ？そこだけ生き残ったん？姫の名はゼルダ。わしの娘だ。そして、最後までゼルダを守ってくれた騎士。それがリンクか。それが、お主だ、リンク。あの日、お主の命運は一度尽きた。だが、この大地の祠に運ばれ、百年をかけてようやく蘇生を果たした。すげえな、成長はずっと止まっとったんか。お主が目覚めてより一度か耳にした導きの。エルフやもんね。人間じゃないもんね。今もハイラル城でガノンを抑え続けているゼルダの声だ。そりゃ別に何年生きようが、だが生きれるんか。ゼルダの力は時期に尽きる。その時、え、じゃあどういうこと？この世界の、この国は今度こそ滅ぶ。この世界のゼルダ姫死んでるの？リンクよ、ゼルダ姫を救いに行く話ではないのね、これは。守れなかったわしに言えたことではないが。え、なんか今までのさ、基本的にゼルダ姫をガノンドルフから奪い返す的な、マリオのピーチ姫的な感じじゃなかったっけ？死んでるのこれ。だが、よくわからねえ。四神獣はガノンに奪われたもの。とりあえずそこの宝箱を開けたいかな。多くのガーディアンが続けておる。うわー、あんなのがいっぱい動きよんか。あの城へ行くのは厳しかろう。でしょうね。あのパラセールは一体ここより東の地にある村を訪ねるのだ。東の地にある村がある。村の名はかかりこという。かかりこ村、そこに住むインパというものが、インパ、お主の行くべき道を示してくれるだろう。かかりこ村の場所は、かかりこ村なんかめっちゃ言うけど、今までにも出てきたよね。まず、あの双子山を越え、道沿いに北へ進む。トライフォースをやった時に出てきたような気がせんでもない。
時のオカリナかな。うん、どっちか忘れたけど、多分出てきた。お、さあ約束のパラセールを受け取るがいい。かかりこ村のインパって聞いたことあるもん。イントネーションおかしかった。パラセール、始まりの大地でハイラローから譲り受けた、数え受けて滑空ができるアイテム。空中で X を押して使おう。X ね、うん。え、で、王様はこれからどうするの？ここにいるの？これでこの大地の断崖を飛び降りられよう。あ、ってことはもうここからも普通に滑空できるんや。イエーイ。ちょっと王様ドアップすぎるよ。お主に伝えねばならぬことはこれで全てだ。消えるんすか、もしかして。では頼んだぞ、リンク。もうこれでこの地で生活していたあのおじさんはいなくなってしまうの。メインチャレンジ、ガノン討伐、なんか急激に。あ、インパを訪ねた。あ、いっぱい増えるんか。なるほどね。兵士の弓、あ、超強い。戦闘用に攻撃力を高めた弓。より大きなダメージを与えることができる。木で作られているので火がつくと燃えてしまう。へえ。燃やさせはせんよ、ちょっと。どっちの方向？あれは？なんかあっこ印ついとるね。あの印は一体、こっちじゃない。こっちだ、こっち。あれ、印の場所がなくなった。印の場所がなくなった。でもとりあえず、ちょっと待って、このスタンプ、削除しとこ。時の神殿跡って言えよな。とりあえず、あっこ目指していけばいいんかな。え、パラセールはもう身につけてます？わからんけど。あ、ちゃんと背中に背負っとんか。え、血が縦やし。いける？いける？死なないよね。はっ。ほう。ふう。よかった。ね、あれなんか巨大な頭みたいに。ね、あれガノンの頭じゃないの？違うの？ね、あれっぽくない？この辺からなら降りて大丈夫？あ、ゆっくり降りた。あー、ちょっと。よし。よいしょ。ね、あれ。ガノンの頭っぽい感じしてない？気のせいかな？髪の毛生えとってさ。うん、あからね。ボココンボはもうすでに壊れそうだし。あの方向には何？一体何があるの？なんかさ、あれよね。増えたよね。冒険手帳。あ、あの印ギア、インパを訪ねて。かかりこ村に住む、インパという人物が自分の行くべき道を示してくれるのだという。始まりの大地を降りて東に向かい、双子山を越え、道沿いに北へ進めば、その村があるらしい。手がかりはシーカーストーンのマップの飛行点だ。なるほど。始まりの大地を降りる。降りる？とりあえずなんかパラセールを使うってことかな。大地を降りるっていう意味がわからんけど。ここを降りるってこと？え、これ今まで降りれんかったん？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。